ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ここ最近、連続して常磐線特急の列車や車両を解説してるが、今回は、かつて使われていた E653 系について紹介するぜ。今は確か新潟の方で別の運用についてるんだっけ？なんかちょこちょこ都心でも見かけた気がするんだけど。一部は波動輸送用として首都圏でも運転されてるしな。去年一昨年あたりは地震の被害で不通となった。東北新幹線のダイソー輸送で東北本線でも運転されてたし、ニュースで見たんだろうな。あ、そうそう、確かにこの車両だったわ。せっかくだし、車両の仕様や運用の変遷、最近の新しい動きについて解説していこうと思うぜ。よろしくね、マリサ。それではいざ、ゆっくりしていってね。E653 系は、JR 東日本が1997年から2005年にかけて製造投入した高直流対応特急型車両で、1989年から常磐線特急日立の停車駅の少ない運用には、新型の651系が投入され、新たにスーパー日立として運行開始したが、引き続き停車駅の多い日立には485系が使われていたぜ。それまで使用されていた485系の老朽化に伴い、置き換える目的で投入され、フレッシュ日立として運用されたぜ。常磐線特急としては2本目の新しい車両ね。国鉄分割民営化後に設計開発された一般用高直流電車としては唯一、周波数 50Hz と 60Hz 両方に対応でき、簡単に言えば、電線がかかっていれば、どの路線でも使用できる万能車両となってるぜ。この仕様は国鉄型特急車両485系以来で、485系引退後の波動輸送や団体輸送、北陸本線での使用を考慮したためだぜ。保安装置などの諸々の問題を考慮しなければ、ほんとどこでも走れる万能車両よね。デザインは GK インダストリアルデザインが行い、設計コンセプトはこれからの定番特急と、洗練されたシンプルさとなっており、この設計思想は、以降の JR 東日本の特急列車にも引き継がれているぜ。以前紹介した E257 系にも続いているし、以降の車両にも受け継がれてるのは、それだけこの車両の功績が大きかったというわけね。製造は東急車両現総合車両製作所と日立製作所、近畿車両が行い、1997年から98年にかけて、基本編成7両8本の56両と付属編成4両3本の12両、計68両が製造され、2005年に追加で付属編成1本が加わり、計72両となってるぜ。1997年から2012年までフレッシュ日立として、上野勝田、高萩間で運用され、2013年に基本編成8本が1000番台に改造され、上越本線特急稲穂として新潟酒田、秋田間で、2015年に付属編成が1100番台に改造、新越本線特急白雪として新潟上越妙高、新井間に転属したぜ。今 E653 系に乗るなら、新潟まで足を運ぶ必要があるわね。番台ごとで仕様に差があるため、まずは初期の例番台から紹介していくぜ。車体は営業車両で初めてアルミ合金のダブルスキン構造を採用し、軽量化と構造の簡素化を図っており、車体の裾絞りを上下ともに最小限に抑え、客室空間を拡張させ、先頭部分は衝撃吸収材を設けた。ボンネット構造の非貫通型高運転台で、当初より耐寒耐雪構造を採用しているぜ。前照灯のシールドビームと HID を腰部に横並びで各2灯、運転台上部にプロジェクションランプを2灯設置し、腰部前照灯の間に横に細長の光尾灯が配置されており、さらにその上部には、特殊印刷処理のパターンをパネル前面に発光する愛用表示器を設置。当時は日立エクスプレスのロゴが表示されていたぜ。このロゴ表示、形は変わってるけど、全身の485系の愛称表示に似たようなものとなってるわね。客室ドアは上のより先頭車が2つドア、それ以外が1つドアで、ドア付近に3色 LED 式の行き先表示器が取り付けられ、行き先や愛称の他に、座席種類や号車番号も表示されるぜ。塗装は651系や普通車両の415系構成車と共通の白と、窓周りにシルバーメタリックを施し、車体下部は、常磐線沿線の観光資源をイメージしたカラーとなっており、第1、第5編成が偕楽園と高文亭の勾配のスカーレットブロッサム、第2、第8編成が、塩屋崎灯台の太平洋のブルーオーシャン、第3、第6編成は、日立海浜公園の水仙のイエロージョンキル、第4、第7編成は、霞ヶ浦の星木船のグリーンレイク、付属編成は、袋田の滝紅葉のオレンジパーシモン、となっており、先頭車には各観光物資をシンボル化したマークが貼られていたぜ。袋田の滝は、厳密には水郡線の沿線なんだけどね。細かいことは気にするな。
内装面は機能性と無駄の排除をテーマとし、全車普通席のモノクラス編成で、車体の一体成形時にできたカーテンレールに、荷棚や座席などの部品を取り付ける構造となっており、客室仕切りや天井近くに鏡、仕切り扉に強化ガラスを、デッキ部に木目材を使用することで空間に広がりを持たせ、客室内の仕切り扉上部には、横スクロール式の案内表示器が設置され、号車番号も表示されるぜ。座席は小屋を基調とした背面が黒のモケットで、座席間隔は485系と同じ910ミリだが、背面のスリム化と座面スライドの採用により間隔を広げ、床下ヒーターを吊り下げ式に変更し、足元の空間を拡大。座席背面の曲面化により圧迫感を緩和させることで、居住性向上させてるぜ。これにより、7両編成の定員が全身の485系から7名増えた466名となったぜ。これでもかという詰め込み仕様心なしか座席のクッションが薄い気がするけど、普通席オンリーと考えれば仕方ないか。床下の走行機器類には、車両状況自己診断プログラムを搭載し、車両整備時の利便性を向上させており、変換装置に搭載している IGBT 素子を使用した VVVF インバータ制御により、営業上の最高速度は130キロ、設計上では140キロの高速運転を行える仕様となってるぜ。651系ほどではないけど、こちらも十分な高速性能を持ってるわね。台車は軸バネに防雪カバー取り付けたボルスタレス台車で、溶断波を、先頭車に雪かきを装着し、パンタグラフはシングルアーム式で、構造的には651系と共通だが、中央本線の上昇トンネルには対応しておらず、デッドセクション通過時は蓄電池からの電力供給により、基本的に車内消灯はしないぜ。当時の常磐線普通車両では、デッドセクション通過時に車内消灯されるから、その点で差別化できてたわね。E653 系は、2012年のダイヤ改正から新型車両 E657 系の投入により常磐線特急の運用が徐々に置き換わり、2013年にフレッシュ日立の運用から完全離脱、新たに新潟地区の特急稲穂向けに基本編成が、北陸新幹線接続列車として運行開始する、特急白雪向けに付属編成がそれぞれ改造されたぜ。ここで同じバンダイ区分から全く違うバンダイに変更されたのね。基本編成は新たに1000番台、付属編成は1100番台となったが、この改造の際、基本第8編成計308の、中間車3両を抜き4両編成化し、付属第4編成計354に先の3両を組み込み7両編成化したぜ。これは第4編成の製造時期が遅く、バリアフリー法の規制対象であったため、そのまま単独運用ができなかったのが原因だぜ。そういう意味では基本第8編成の計308と、付属第4編成の K354 編成は異端者的な存在となったわけね。改造工事後は基本編成が U 編成、付属編成が H 編成となり、組み替え車両は U108 編成、H204 編成となるぜ。というわけで、まずは1000番台だ。新潟から酒田、秋田間の白新線、羽越本線特急稲穂向けに改造された番台で、外観は日本海に沈む夕日と稲穂をイメージしたカラーリングで、上部がライトベージュ、下部がオレンジで、稲穂のようなディテールと、先頭車に赤い夕日が描かれており、前面の愛称表示も稲穂となってるぜ。夕焼けや稲穂というよりはフルーツジュースみたいな気がするわね。内装面もリニューアルされ、普通席は新たにおじやちじみをイメージした明るい青系のモケットとなり、秋田寄りの先頭1号車が新たにグリーン席に改造され、仕切り壁は木目調で2足1配置となり、オレンジの座席モケット可動式枕を備えているが、フットレストや読書灯などはついていないぜ。以前よりはグレードアップしてるんだろうけど、他の車両のグリーン車と比べるとどうしても今一つ足りないわね。2号車寄りの車端部にはフリースペースが新たに設置され、階側は窓に面したロングシートで、反対の山側はボックスシートとなっているぜ。車窓をより楽しめる工夫は、グリーン席ならではの特権、って感じね。普通席グリーン席共通して、新たに背面上にチケットホルダーを取り付けたぜ。走行機器類は体幹対接構造が強化され、スカートの改良、スノープラウや着雪防止装置や、主要機器への防雪カバーの取り付けなどが行われ、他の編成との連結運転を行わないため、電気連結機が撤去されたぜ。常磐線沿線はあまり雪が降らない地域だったけど、羽越本線沿線は有数の豪雪地帯だから、雪対策は必須ね。お次は1100番台だ。北陸新幹線接続列車として新設された、新越本線特急白雪用の番台で、こちらは外観がホワイトアイボリーを基調に、上部と下部に仕込ん、さらに朱赤のストライプとなってるぜ。
かつて新幹線接続列車として運行されていた、特急輝きの485系に似たデザインとなってるわね。座席は北陸新幹線 E7W7 系に合わせた茶色のモケットに変更され、新たにチケットホルダーを設置。上越妙高寄りの1号車に新たに車椅子スペースを設置し、走行機器類も、1000番台同様に体幹対接構造をより強化したが、運行区間が全線直流電化区間なので、以前搭載していた蓄電池が撤去されてるぜ。特急稲穂用の1000番台と比べ、こちらはそこまで改造の規模は大きくないわね。E653 系は製造後、常磐線特急の停車タイプの日立に投入され、新たにフレッシュ日立として運行開始。1997年から2012年まで、上野から勝田、高萩までの運用についており、基本編成7両と、付属編成4両を連結した11両。基本編成を2つつなげた最長14両での運転を行っていたぜ。オール普通席の最長列車、とんでもない詰め込み仕様の高速特急爆誕ね。各編成ごとにカラーリングが異なるから、どの色の車両が来るかわからない、くじ要素もあったな。2012年になると、新型車両 E657 系が投入されることとなり、一部のフレッシュ日立の運用が置き換えられ、2013年に常磐線特急全列車が E657 系化されたことで、常磐線から離脱したぜ。なお、もともとは2012年に常磐線特急の再編を行う予定で、新型 E657 系を上野いわき間、E653 系をいわき仙台間の、新設特急に投入する予定だったが、東日本大震災の影響で長期不通となり、計画が変更されたことで、この計画は頓挫してしまったぜ。もし地震が起きず、常磐線特急の再編が行われていたら、どうなっていたか気になるわね。2013年に改造工事が施され、基本編成が1000番台となり、新越本線特急稲穂として、それまで使用されていた485系を置き換える形で運行開始、2015年には付属編成の改造工事が行われ、1100番台となり、北陸新幹線接続列車として新たに、新越本線特急白雪として運行開始したぜ。同じ新潟地区でもまるっきり違う路線での運用となったわね。2021年と2022年には、福島県で地震が起こった際に1000番台が新幹線代行列車として、東北本線で一時運行していたぜ。この当時は多くの人が写真撮影や実際に乗車したみたいで、話題となっていたわね。2018年に基本編成1本が塗装変更され、首都圏に再転属され、臨時列車や団体列車として運用されてるぜ。現在は稲穂が新潟酒田間で5往復、新潟秋田間で2往復の計7往復運転。白雪が新潟上越妙高間で2往復、新潟新井間で2往復の計4往復運転されているぜ。首都圏でまた E653 系を見れるようになったのは、やっぱり嬉しいわね。最後は、特別塗装が施された車両を紹介するぜ。まずは瑠璃色、浜那須色編成だ。新潟地区向けに改造された1000番台のうち、2017年に U106 編成が浜那須色に、U107 編成が瑠璃色に、それぞれ塗装変更されたぜ。物の見事に一色ベタ塗り、何かしらディテールを加えてもよかったんじゃない？何とか浜那須の花とか。だよな、ここまでのベタ塗りは、いろんな意味で界隈に衝撃を与えたぜ。お次は国鉄特急色だ。同じく1000番台のうち、U108 編成が波動輸送用に首都圏に転属する際に、国鉄型の485系を彷彿とさせる塗装に変更されたぜ。ベージュを基調に窓枠と車体下部に赤茶の帯が加わり、先頭部分は鋭角に切り取られてるぜ。なかなか面白い塗装ね。令和に国鉄特急が蘇ったみたい。首都圏再転属後は K70 編成となり、臨時列車として運用されているぜ。最後はライトブルーカラー。こちらはつい最近、2023年の10月から波動輸送用として U102 編成が、K71 編成として首都圏に再転属した際に、塗装変更され、フレッシュ日立時代と同様に白をベースに側面にシルバーメタリックを、下部には新たにライトブルーの塗装を施したぜ。グリーンレイクカラーに近い感じだけど、ライトブルーは初めてだから、結構新鮮ね。この10月から2本目の波動輸送列車として、首都圏を中心に運行される予定だぜ。常磐線特急時代の復刻塗装、当時を知る人にとっては感慨深いでしょうね。以上で、E653 系の紹介を終えるぜ。製造から25年を超えてなお、いろんなところで引っ張りだこの列車だったわね。高直流電車は単価が高いからな、そうやすやすと心臓できないんだろうな。
以前紹介した E657 系も、一部編成が E653 系の塗装に変更されているから、もしかしたら横並びで見れるかもな。E657 系のリバイバルカラーも見事だったから、ぜひ一緒に並んでるところを見たいわね。今後も新潟地区や首都圏だけでなく、いろんなところで運転されてほしいぜ。このチャンネルでは、こういった鉄道解説や走行動画を公開しているから、チャンネル登録、動画のシェア、よろしくな。動画の評価、コメントやリクエストもよろしくね。それでは、ここまでご視聴、ありがとうございました。